安本君を社長に推薦します。僕は6代目としてこの林出を背負う責任があります。そういう人間こそ社長にふさわしいのかもしれん。社員みんなを支える、立派な男になるためにも。Produced by Production Garage. みなさん、揃いましたね。今日は重要な会議ですので、大二郎さんを連れてきました。会長。皆の知っての通り、先日我が社の社長、私の息子の大二郎が事故で亡くなった。だが悲しんでばかりもいられない。今我が社は社長不在だ。だから新しい社長を決めなければならない。私は党に引退した身、私としては孫の直哉にこの林田を継いでもらいたいと思っている。まだ若いですが、社長の息子の直哉さんが継ぐのが最善でしょうね。僕が本当に社長でいいのでしょうか。当たり前じゃない。まだまだ未熟ですが、やるからには亡くなった父と同じようにこの会社を一生懸命頑張って盛り上げていきたいと思います。どうかこれからよろしくお願いします。頑張りなさいね。私は反対です。大西君、本気か？はい。どういうつもりですか？入ってきてくれ。失礼します。私は安本君を社長に推薦します。安本君、君は社長になるつもりか？私は先代の後を継ぎ、この会社を大きく豊かにするために励んでいければと考えております。何を言ってるの？確かに安本君の仕事は高く評価するべきです。彼が入社して8年、彼は様々な案件を成功させてきました。もし彼がいなかったら我が社の利益は数割減少していた可能性もあります。彼はこの会社を継ぐに値する人材です。彼以上の逸材は他にはいません。しかし5代続くこの林田を血族以外の人間が社長になるというのは。そうよ、社長は息子の直哉しかありえません。直哉が立派に後を継ぐんです。部外者が口を出さないでください。本気なんですか？ええ。
確かに安本さんは僕より有能ですが、僕は父の志を継いでこの会社を率いていきたいと思っております。僕は六代目としてこの林出を背負う責任があります。よく言ったわ直也。あなたはこの会社の未来にどのようなビジョンを持っているんですか？これまでのこの会社が培ってきた伝統を生かし、より良い布製品を提供し続けたいと思っております。それで採算が取れるとでも？質の高いものを作れば必ずお客様は応えてくれます。確かな本物を提供すること、それが林田としての使命です。理想論です。机上の空論だ。安本君はどう考えてるんだ？もし君が社長になったとして、この林田をどう動かしていく？私は今の体制を一新すべきだと考えております。顧客の希望は一刻一刻変化しています。伝統というブランドにあぐらをかいていては破滅が待っています。具体的には？そうですね、価格を下げる製品も取り扱うべきでしょうね。薄利多売に舵を切り替えていく必要性もあるかと。それは質を落とすということですか？それはイメージ戦略やオプションなどでどうにかするところです。私は副案として多くの戦略を考えています。だけどそれは林田の製品じゃない。ではあなたの理想で利益を上げられるんですか？利潤追求こそ会社の理念ですよ。あなたにそれを成し遂げられる実力があるとでも？さっきからあなたの言い分、非常識なことばかりね。ここにはここのやり方があります。あなたが社長なんて絶対認めませんわ。この会社は直也のものです。林田一族のものです。あなたになんて乗っ取られてたまるもんですか。それに大西さん、あなたおかしいわ。私たち何十年もあなたによくしてきたでしょう。私たちを裏切るの？そう受け取られても仕方がないでしょうね。お預けします。大西さん、先代先々代ともにとても良くしてもらい感謝がつきません。私にとってこの林田という会社は家族そのものです。ではなぜこんなこと？今の経営方針だと林田の未来は危うい。大二郎さんはそのことを憂いて何とかしようと努力していました。その後を告げるのはこの会社に安本以外にはいないのです。林田全従業員が路頭に迷わないためにも今こそが瀬戸際なのです。飯塚さんは本当のところどう考えますか？伝統には敬意を払うべきだと思います。ですが私にも生活があります。この会社の未来を名古屋さんに託すのはいささかの不安が正直あります。そこは皆さんで支えてくださいよ。そのための雇い主と従業員の関係でしょ。この会社は林田一族が代々作り上げてきた会社です。しかしこの会社は林田一族だけのものなのでしょうか？従業員がみんな一緒になって作り上げていくものでは。私もこの会社に恩があります。
この会社のカラーのまま運営できるのが一番いいと思います。しかし理想に準じては本末転倒です。私たちは確かに雇われのみです。しかし決して奴隷ではありません。なぜ君は社長になりたい？正直に言いなさい。社長になることが小さい頃からの夢でした。男として生まれたからには一国一城の主になりたい、そう思って努力してきました。それなら別にここでなくてもいいのでは？私はこの会社に育てられました。私はこの会社が好きなんです。私が動くと形が変わるかもしれない。しかし形が変わっても会社を存続させていくこと、それが社長の務めだと私は思っております。社員みんなのために。そうか、立派な考えだ。社長としての野心や責任、安本君は真面目でひたむきだ。そういう人間こそ社長にふさわしいのかもしれん。お父様、私たちの考えはもう古いのかもしれんな。でも安本さんでは皆がついてくると思いませんわ。伝統というブランドは安くありませんよ。結果争いの火種になることも。僕がこの会社を出ていきます。ここを出ることも考えの一つにあったんだ。僕は父さんのこともおじいちゃんのことも誇りに思ってる。この会社の布が好きだ。僕はこの会社を継ぎたい。そう頑張ってきた。でも正直僕は他の人より優遇されたと思う。それは決して悪いことではないですよ。ですが僕が実力不足なことは否定できません。敷かれたレールの上を歩くのではなく、広い世界を見て本当の実力をつけたい。社員みんなを支える立派な男になるためにも僕はここを出なきゃいけない。だから今この会社の社長は安本さんがふさわしいと思います。もし帰ってきても君の席はないかもよ。その時は僕がそれだけの男だったということです。あなたが認める男になって僕は父さんの後を継ぐ。だから この会社をよろしくお願いします。
short drama channel, an actor's passion for acting. チャンネルガレージ with YouTube。 個性豊かな俳優が様々なジャンルのショートストーリーを演じる短編ドラマチャンネル。ドローンでの空撮をメインに日本の美しい景色や歴史を伝える Discover J チャンネル。魅力ある企業を紹介する D チャンネル。モテる男になるための大人のトーク番組モテログチャンネル。ちょっと一息を最高のひとときにチャンネルガレージチャンガレで検索。 Produced by Production Garage。